2021年3月31日にサンフレッチェ広島で J リーグ初出場、去年5月19日東京ベルギー戦で初得点、 J リーグ通算592試合に出場、26得点の成績を2013年の2月には、チームキャプテンとして大会初優勝を果たしました。2019年に当時 JFL だった FC 今治に入団。まずは駒野選手とはユースの同級生、サンフレッチェ広島クラブリレーションズマネージャー森崎和幸さん。駒野選手の元チームメイト、サンフレッチェ広島ゴールキーパー林拓人選手。準備の岩田 U18 監督前田良一さん。パパへ23年間お疲れ様でした。僕はパパの試合を見に行ったり、家でもいつもパパの日本代表の時の試合やプレー集を何度も何度も見てきて、両足から繰り出される精度が高いクロスとサイドを駆け上がる姿が大好きです。だからパパが引退すると聞いた時は涙が出ました。パパは僕の一番の憧れのサッカー選手だからです。僕がパパから一番よく生まれたことは、僕がサッカーの試合で水をして消極的になった時に、失敗しても立ち上がって次に向けて努力をしなさいと言われました。何度失敗しても立ち上がって練習して、パパみたいな努力するサッカー選手になりたいです。パパのサッカー人生は誰も経験したことのないサッカー人生で、誰よりもたくさん嬉しいことも辛いことも乗り越えてきたからこそ、今までのピッチに立ち続けることができていたと考えると本当にすごいなと改めて感じました。だけど本当は幼稚園生の頃からパパと離れて暮らして寂しかったです。これからはパパと一緒にたくさん旅行したり、日本2人で旅行に行ったり、自転車に乗って公園に行ったりしたいです。最後に僕の憧れのサッカー選手、駒野友志選手、日本のために戦ってくれてありがとう、カルトを与えてくれてありがとうございました。今治の皆さん、日本の皆さん、駒野の友志を忘れないでください。駒野の友志を。まずは岡田さん、小野さん、木村さん、高橋さん、このチームに呼んでいただきありがとうございました。そして FC 今治をサポートしていただいているパートナーの皆さん、バックスタッフの皆さん、ボヤージュの皆さん、アカデミーミディースの皆さん、ファンサポーターの皆さん、画面を通して応援してくれた皆さん、本当に4年間ありがとうございました。今でも鮮明に覚えているのが、ここ
ありがとうサービス夢スタジアムで JSB 昇格を決めたあの瞬間、ファンの皆さんが喜んで泣いてくれたあの時、僕はこれからの思い出にもなります。そしてここにいた4年間幸せな時間を過ごしました。本当に4年間ありがとうございました。ここまで在籍したサンフレッチェ広島ユースから始まり、サンフレッチェ広島、ジュビロ磐田、FC 東京、アビスパ福岡、在籍してお世話になった指導者の方々、裏方でチームをサポートしてくださったスタッフ、チームメイト、皆さんがいなければここまでサッカーを続けることができませんでした。本当にありがとうございます。その中でも僕は同世代の存在が大きかったと思います。小学校から一緒にボールを蹴ってきた松井大輔、広島ユースから一緒にトップ昇格した森崎兄弟、サンフレッチェ広島で一緒にプレーした佐藤久と、ジュビロ磐田で一緒にプレーした前田良一、あなたたちがいなければこの世界でこのような結果を残すことができませんでした。ありがとう。23年間怪我も多かったですが、丈夫な体に産んでくれた両親、中学生の時父が亡くなり女で一つで育ててくれた母親、本当に感謝しています。そして妻には感謝の言葉では終わらないと思います。ここ最近7年間別々で暮らすことになり、子供の世話だったり家のことを助けることができずに、感謝の言葉では収まりきれません。これからゆっくりと時間ができるので、今までやりたかったことをやっていきたいと思います。そして子供たちにも寂しい思いをさせました。これからゆっくりできるので、一緒に家族で過ごしていきましょう。これからも感謝の気持ちを忘れずに日々成長していきたいと思います。23年間ありがとうございました。お集まりいただきましてありがとうございます。今シーズンをもってサッカー選手を引退することになりました。今まで、お世話になり本当にありがとうございました。引退を決めたのは今週火曜日ですね。まあ
ここ3試合、試合にスタートから出させてもらいましたけど、やっぱ全ての試合で足がつることになりましたし、やはりサイドバックでは90分で続けることが使命だと思うので、その役割が果たせなくなってきたし、やっぱりサイドバックのポジションは一つしかないので、若手にポジションを譲ろうと思い決めました。妻ですね、はい。まあそっかということで、お疲れ様と言ってもらいました。今シーズンは3回、場所は違いますけど肉離れがありまして、やっぱ自分自身もそんなに繰り返して肉離れをすることがなかったですし、今年だけではなくてここ4年 FC 周りにいましたけど、毎年のように、肉離れをしていたので、まあ、そういうのも引退の理由になると思います。そうですね、やっぱり一番は、サッカーが好きだから、グラウンドの上でボールを蹴ることが、誰よりも好きだと思うので、その原動力になったと思います。2018年にアビスパーから契約満了の話になって、まあ、自分の中でも家族と喋りながら、サッカー選手として、終わりに近づいているので、そのもらった時点でどのタイミングで、引退するのか、そういう話をした時に、FC 今治さんからお話をいただいて、サッカー選手として、この4年続けることが、できたので、やっぱりそのお話をいただいた時には本当に感謝の気持ちを忘れずに、この4年間やっていこうと思いましたし、さっきも言ったように若手に指導だったりアドバイスだったり、そういうところもやっていこうと思ったので、自分自身この4年間はそういうところで、役割を果たせたんじゃないかなと思います。セレモニーでも言いましたけど、やはり J3 に上がったあの瞬間、皆さんが泣いて喜んでくれたあの瞬間が最高でした。やっぱりそれは嬉しいことですし、交代するときにピッチにいる選手たちが、抱き合いに来てくれて、自分もそうなるとは思ってなかったのですごく、感動しました。やはりサッカー選手として新しいスタジアムでプレーしたいと思うのは誰もが思うことなので、確かに、したかったなとは思います。後悔、これだろうと思うところはやはり2010年の PK 失敗ですかね。いいですか。そんなことはないです。あの失敗で、やっぱりしても、さっきも言いましたけど、やっぱり失敗をしても前向きに取り組んでいくこと、それがあの時に自分自身も示すことができたと思うので、そういったどんな時でも時間はかかるかもしれませんけど、前向きにやっていくことがその時は必要だなというのをすごく思いました。